終わるだろ。小学生だろ。3枚いこうよ。もう勘弁していかないわ。よしよし、ギリギリまだこの TP か、はい、ユニコーンのスーパーが当たればいいやつですよ。いいやつですよ。OK、 次は回収だけやつ。今回収だけやつ。ベンチのバーンアルファとかやったら100年強だよ。100は8リンクショップ、やってみっす。はい、してる。そう、時だと思う。ひなる。そうか、ひなる。そけるひなるよ、パパ。ああ、どうぞ。なるほどな、ウルさん。ウララ打てます。いただきました、すごい。ウララ打てます。いただきました。あ、楽しい。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 ありがとうございます。元のスイーパーだったらもういいですよ。ペーパーリボンを先に入れていきます。デッキの戻るのやめていただけると思う。いっぱいやめよ。イージー中3枚8ほらいいでしょ。ほら6枚や、ほら6枚や、ほら俺は割れば1枚や。え、重量よ、俺は1枚や。あれか、ワイパーリボンと EJ チューニング、ペンジャーメイヤーって全部あれか、今回のスピード、全キビルパックの感じ。チェーンコーカーお前、最高やな。やりになるわ、やりになるわ、やりになるわ。パソンゲー超えられへん。さすがにやるかもやります。
戦闘破壊したらです。いや、戦闘破壊。ああ、また終了時間。ただの丁寧。腰ばかり。相手ピットカード1枚選んでしょ。最初からね。バーガラピンしたい。これ以上いいじゃん。絶対ただピンしたい。ああ、いい。じゃあ、俺や。え、何なんだあれ。ルサさんが誰かと言ってるやつ嘘じゃあ、逆に抜けないか逆にやん逆にあかんやんあれつけてみようかはいドラフトはエソッコ何してんのこれ語ろうこれ何してんのやめてやでいい出しがフリーチェーンやめてやってないだから、600、400、400と、500、1500100%。
くよ。弱すぎあ、じゃあいい。あるんですか？いや、僕は行きます。全員にもっと47、2、3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 、2、
通常紹介で何だから学んだ今度やろ、うん、難しい俺の
でも、この辺に使ってたから、たまたまに。あー。ロケでスキップするかもしれない。スキップするかもしれない。でも、ここがいいから、ここに。そうそうそうどう頑張ってもどのタイミングでこれ出るかなんかワンチャンあるかもバラされたらさ一応タイミングが分かるから飲んでるのに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 すごいな1500円とかいいですね。あと900円。紙で3枚抜くとか言わなかった。焦った。終了で。はい。乾杯。はい。ありがとうございます。どうぞどうぞ。やっぱり飛ばせるから一枚一枚が飛ばされないゲーム健康で飛ばされたら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 アンスが強いんですけど、アンスが使われてる状況の回数が上にパケてもいいですか。あ、どうぞ。その状況が起こり得るのと、メガソンの方が使う回数多いなって思ってたら、メガソン。なんか分かるよ。どうぞ。そうなんや。ただ、そうなんや。アーゼル、アーゼルとか。今月末まではギリまだローパとユニコードの影響を使いかせてます。でもあれやろ、細かく売れるよ。だからネバーやってないよ。
もう下がるでしょ。いやでも言うて1週間ちょいしか食わせんじゃん。あと全国1週間で割られたとして、ローファーとミニコールの需要はあるので、ローファーは分かるから。ローファーは怪しい。お食い込みずつですよ。お食いさんもそれだいぶ前な。あとはあれかな、プリンセスコロンとか倉庫が多いから、あそこら辺に高いから、ノーマルの方が強い。フォースストリックス系でしょ。そう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 、だからノーマルあれ500円が強いから。正直光もんも高いやつはあるけど、ノーマルの方が高かった。
これも草これしか強くないスタンバイ最初のラッカーはタンクライブよテーブル組むかなテーブル組むし相手の場に飲み持つさごらんこっちに持つさたまに伝わないあれアナライザーでしょセンカメーションこれ綺麗にバグをさ飛ばすからランダムがいいように飛ばされるまに深淵の子ってなぜバグを使うのか深淵の子ですよ、まあ、あのデッキやらかやったら確かにそう、そう、深淵の子
最初に引き足よろしく。例えば相手の場にさ、融合できてることは自分何もおらんと返すからね。へぇ、お互いのスピード全体を参照にして返すから。ボーダーそんな強くないんかひどいわけですね。デッキに行くでやろ。あぁ、そうだな。これはこっちが命ありゃ頑張るじゃん。ブラッドローズって言って全場外ですけど。出せなくはないんですけど。ブラッドローズで理由しかない。これマグロも飲んでるから。飲んでるな。マグロ様や。マグロ様や。マートで買ってるから。うまい。うまい。いろんな。ああ。いや、用意。用意。もう枝のパンチラインやんか。パンチラインちゃうから。え、なんかちょっとパイプライン。なんかトップなの。パンチライン。いっぱいあるよ。いや、ほんの長いじゃん。いいですか。あってだってだ。あー、あの、あれ、あの、でもあれ、ま、あの、そう、その言い方間違ってる。パイプラインパンチやから。パイプラインパンチ。かわせて、あの、かすってないどころか、ほぼ惜しいから。パンチラインパンチやん、ほぼ。パンチしてる。パイプラインパンチやから。元ボクサーなんじゃない。夏は天使にとって。名前的には。いや。これで闇に変わってるから、あー、ここでやってほしい。あの、ネフィーを持ってくる方法を伝えた。じゃあ、これを、これは出るけど、二段とかの方が使えない。はい。そうなの？属性参照か。ごめんね。融合召喚したモンスターの属性参照。違う。前とやりだってるから。ってことは、お互いに闇やってるから。じゃあ、あ、お互いに闇になってるから。どっちにしろ。全体闇になってるから。結局、どれがしろ。どっちにしろ。
ごめんなさい、名前特殊こっちもなるデー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 申し訳ないです。こっち見ていいですか。はい、ペッパーだけの闇になる。ペッパーだけ。アルテミス、こっちやもん。これぐらいで、はい、で、タスで、はい、これぐらいか。はい、汚れます。ウソピア、謎に上がってるよ。正解だ。あオルフィゴールと何か考えたらな、前回オルフィゴールで誰か考えたらいいキャローマカイめっちゃ名前かっこいいやん、明快オルフィゴール絶対違うカオステリトリー型もあるからなテリトリー型はテリトリー入れて入れたりヤルドラ、ヤルドラよヤルドラヤルドラカオステリトリーと何やってるんすか知らん。誰かが採用してんだみたいな。ディープ。ディープ。ディープ。やるせんな、ここで切るよ。シャドラ全く関係ないですよね。崩壊でしょ。持ち上がる。リンカーネーションの効果使わせるためだけに除外効果使います。で、ゴーアン。で、ゴーアン。リングエッジ飛んでいきます。はい。大事ね。俺が選ぶんですよ。カンプレイヤー側のフィードに。ショコッタンです。自分のレベルのモンスターです。で、1年。はい。どうぞ。セリトリも入ってないやん。明快はな、明快みたいな。分からん分からん。分からん。え、俺、顔ならマジでラップしてほしいよね。顔ドラップ、顔ドラップ。MC 顔ドラップ。ミドラアサシン。ミドラアサシンしてる ?MC 顔ドラップじゃん。先の官房長官やもんな。ミドラアサシンってラップ知ってる。だって、ミドラアサシンって。知らんけど、めっちゃもう顔ドラの耳に何言ってるかわからないと思う。やめてるやつ。違う。でもな、めっちゃかっこいいし、曲めっちゃいいねんけど、ほまじ、ほまじ、ほまじ。それ全試合相手にお前のライブ広いねって言われる。それで負けや。うん、で流す。こっち。こっち側だもん。こいつほんま聞いとってな。あ、どうぞ。ニコニコや。番号は、そうだね。ヒゲコジ優先権で、シャドウディストピアで、ミドラシリーシャ。で、最初ミドラシで。DJ いい？で、ミドラシでしょ。一日。あ、ずっと来ないです。作業しか喋ってへんもんな、俺知ってこれの、これの後のガード版がおもろいんです。ライブって喋ってなくない？やっぱラップって言い組んでやるもんやろ。はぁってやつがおんねん。おい、なんかおんねん。曲はガードマンガードマンってるガードマン。でもなんか最後らへんめっちゃうまかった気ぃついてるから。はぁみんな自分といいすげえ。はぁ下がるな。いや下がる、こいつじゃあ、MC カードマンちょっと下がるすぐあれ、電気点お、いレベルが下がる。いや、甘がさきの官房長がいた。甘がさきの官房長がいた。俺はいいいいもう高めない。最強はいいった多少評価全部入っとる。曲が引っ張ってくれる。曲出してくれるか。あ、これ音源これ。俺とそんな MC カオドラの音源が収録されてるのかい。めっちゃレアやん。めっちゃレア。これ一回言ったことしばらく言わんもんな。
発言残るかな、これ大事なんだね、これ0、1です。あどうやって0を殺したの。あ、あいつか差し終わったからめっちゃ強いあれ瞬間だ瞬間のバカンツは回収できない。アロンマルパリ落ちいって紹介してくださいだから落ちこかすか反動のねアリスタ、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 そいつがアドバイスいいですか、ね、はい、まあ、戦闘から間取り終了でございます。サーチ止めようかなんで煉獄ルークめっちゃ強いなこれ。はい、いやけどさ、闇あるから。全然ジョリなジョリやん。全部やん。もうがある。メインシロです。いや。私シャドウロイには最強の融合モンスターがおるからね、一体闇でしょ、しょうがない、めっちゃ悪い一度だけ戦闘破壊されなくなります。いや、強すぎる強すぎるやったら、このタイミングやったらまだあの水の方が強そうやもんな。あ、なんかそうなんとなく悪いですよ。なんかなりそう、なんかだなんか締まれそうやもんな。いや、いや、いや魔法の効果で敵の星からモンスターを出しまって、いやーねーデッキ含まれとったらこれだけ免疫性に取られるんだ。あいつモンスター効果もするよし、デッキもするよし、いいやつかよ、いいやつかよ、お前これかわいいな。あれと裏ラのもちょっと出たら元気や、裏ラだ、裏ラだけいいもんだ。これで本当に官房長官じゃない官房長官今日何使ってんの。コスト上昇分からんやろ。ないねんもう。コスト上昇分からんやろ。ダブルだけだ。外星 MC バトルじゃなかったっけ。外星 MC が入っているの。全然違う。アンダー、あ、アンダー22や。書いてあるよ。あれ、あの、伸び駒とか、インバンとか、そこら辺が出てる。関西のアンダー22の試合なんか今。知ってる？知ってる。コーチが逆に言ってるんだよ。あ、お前、早上げてたやつ。そう、22歳以下。関西で。うわぁ。アンダー22決めるワースト22決めへんの。フォーカスします。はい。どこがいいっす。あ、試してる。はい、試してる。ダメージ計算後に行こう。戦闘からイベントとか相手もあったじゃない。4、3、4、4、6で、ここで、ねねねねねデュゴイ、デュゴイのなかなかいい勝負してるのがいいっすね。回転数見てきにして感動感終了。はい、行こう。いや、なんかやっぱライフに入れるワルグチュだけやった。オッケー、対戦どうか。オッケーもあいつおるから、フリーチェーでどっか行くし。オッケーも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 ゲーム紹介出てるないわ。いや、昨日大根と大川君、ちょっと何々のエヌビーに困ったよ。何々こいつは何やろ。何々のよ。ワンドローン処理後ドローンまで。あ、違う、なんか何やったっけ。確かにいいじゃない。そうだねじゃなくて。あ、でも、みたいなこと。2人のこと。なるほどね。はぁはぁダンバイス。ダンバイス、ダンバイス。1、2はこれの方は何すか。デキサーチシャルモンスター。ヘッジ報告でずっとどっちもサーチの効果使ったことないからバースしたのはまたサーチ効果のうちってモンスターサーチな。でもその割にいずれかに
なかなかやな、これ。だしって。ん？だし。だし？だし？だしん？ユーシー。寿司。これだ、全部。あ、じゃあ、めそう。寿司みたいな、何やってて。眠れる巨人。あ、そうそう。美味しかった。ドラのフェイスかなんかにカウンター溜まってるかやつ。キラッと思った。そうかな、デジ、あれ、デジタルバグちゃうわ。なんか手札したんばい。弱いですよ、デジタルバグって言うかな。マクロのあるトラミットには今日が来たわけ。トラミットって何？デジタルバグ。え、そうなの？うん、あー、そんな感じザコってことかな。今、瞬時に理解したもん。バックも一緒やろ、弱いし。いや、デジタルバグ、シャイニングビットで言って一応、トラミットとか先輩は先に出てはいいダークイーズ、ホーミーフェイズやろ。熱い。ちなみにデジタルバグは未だにあのテーマ名が存在せずに光属性レベル3昆虫属っていうくくりになっただけやから。際立つな。デジタルバグっていうてあの カードっていうあれがないから未だにテーマ名が存在せずに、はい、すごいとか光さん昆虫属グッドスタッフレベル3光属性昆虫属を主体としたあのカード群がデジタルバグ。弱っ。言われて裏もさくれる。はい。すんよ。まあ、すんよ。まあ、自分の裏は自分の裏だけ。あ、自分の裏だけなの。あ、闇じゃないからか。そうそうそう。裏側は闇かどうかが判別できる。じゃあ思う。さすがに相手の動作は民主的裏側っていうのは。この除外とかですね。はい。なかなかやな、これ止められんの603目の上がんないよ、こんなしかも、ラストは残ってるこれ、守備でやったんですか守備守備って守備でしか縦で出せたら、いらんこと言ってましたそれ、シャケさんあれと縦で出したの出すよ、まあ、バレーか、出したのだからシャドルで勝てるんやねバレーやってやこれ、縦で出せたら、どんだけ縦でいいんやねだって、縦で出せねえやな、これバトルページで意地でも思ってもいけるからバトルフェイズ中に意地でも思ってもいけるずるいやん意地でやんあれそうね、ボコボコにされてる時のパウダーいや、うん、マジコンボ長かなコンボ長が多くそれは1位じゃないんだよ、ほんまにそれ、その行動がね1回戦勝ち勝ち来た世界戦かいや、ソウとカードが当たってくれやな、ソウがポコポコに流れてほしいわ。ツイッターあれ、アイコンクラッシュして別れましたね。カップルキャンプ。何を匂わせようとしてるの。引きに来た。プロフィールにお前のアイガのアカウントアイディアのとこから。別れました、恋人っつって。悪は。おかしいやろ。おかしい。師匠、顔を合わせました。指輪。いじめ。いやーいやーなんでよかったなスケボー僕はライブとしてはなかなかないもんな誰かもう早めにアップカラオケであのフィールドの方もこれするしかなかったってやつリードランしなす意味なかった先導されたくなかったからさっきなんかめちゃめちゃ進んでたんで指摘できなかったんですけど